この潜水艦厳しいです。はい、どうもこんにちは、ハロワです。ということで今回もボダンウォッシピやっていきましょう。今回はですね、ドンスコイを紹介したいと思います。はい、こちらオハイオのミサイルをね、1枠減らした代わりに、体力と酸素容量を増やしたっていうね、感じの潜水艦でして、まあ、総合的な火力は、まあ、あれ低くなりましたけど、まあ、あれ、耐久性と酸素がね、増えて、結構ね、扱いやすくなったかなっていう感じのね、潜水艦ですね。ということで、早速、この潜水艦でやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでまず1戦目やっていきましょう。ということでこの潜水艦ね、昨日動画で一応ね撮ってみたんですけどね、本当にね負け続きでしてね、どの装備もねいろいろ試してみたんですけど、あんまりうまくいかなかったんですよね。もう全ての試合で負けました僕の使い方が悪いから負けるのか、それともこの潜水艦が単純に、ね、現環境に合ってないから負け続けるのか分かりませんけど、それでね本当に負け続きでね、本当に動画としてどうなのかなって思ってるところなので、ちょっと今日はねしっかり買っていきたいと思います。ということでまずそこにいるけど、あ、氷山に隠れますと。なるほど、これもう潜水しちゃおうかな。ということで潜水したいと思います。酸素容量はたくさんあるんですけど、潜水にねちょっと時間かかったりするので、まあ先読みでね潜水ボタンを押しておくのがいいと思います。ということでね、ちょっと右からちょっと展開して、横からね、ちょっとミサイルを突っ込みまくるっていうね、戦法でやっていきたいんですけど、集中攻撃だけされないように気をつけたいですね。で、今これ車線通ってると思うんですけど、多分氷山で切れますよね。そうですよね。で、そっちの敵もなんか気になるなぁ。どいつ狙えばいいんだろう。ということで、そろそろ浮き上がって、ちょっとミサイル撃っていきましょうか。おい、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 ということで、今回ね、DF を持ってきているんですよね。なので、爆速のね、ミサイルをね、バンバン撃っていきましょう。これ、ゴルシコフ倒せるんじゃね、これ。倒せる？お、倒しましたね。OK、OK、OK、OK。で、次、ベラガルフに対してね、ちょっと DF をね、撃ちまくりたいと思います。おい、おい。ということでミサイルがね4枠しかないのでね、ちょっと火力がね足りないんですよね。まあその代わり耐久性が増えているので、まあそこら辺はいいかなと思うんですけど、さてさてさてと DF をバンバン打ち込みます。で、今チャフ焚いたので、もう一気にミサイル撃って畳みかけましょうか。で、これちょっと一回チャフ焚こうかな。これ倒したいな、ベラガルフ。 OK、 倒せた。いいね、いいね。で、次イサコフね。イサコフね、対面した時めちゃくちゃ強いなって思ったんですよね。これチャフ焚きたい。 OK、 いいね、いいね。ということで、ミサイルバンバン撃っていきます。こういう感じでちょっと遠距離からねバンバン撃っていくのがいいかもしれん。この DF の弾速とかを活かして、さーて、これちょっと一回チャフ焚きましょうか。危ない。で、あと何気に魚雷来てるので、魚雷はちょっとデコイでまとめて消したいなって思います。ただそれにはちょっとタイミングしっかり、確認してね、デコイを、使いましょう。ということで、ソードシップにちょっとミサイル撃ちまくろっかな。通るかな、多分通らないよな。ソードシップ機動力早いから氷山に隠れますと。空母守りたいけどねこのまままっすぐ行って、で、イサコフ倒して、で、空母まで倒せたら、ベストかな。できれば空母がソードシップね撃退してくれたらいいんですけど、多分厳しいと思うんだよな。ですよね。お、マジで撃退しやがった。ナイスナイスすぎる、それは。ということで、このままちょっと前進して敵をねちょっとやっていきたいと思います。さて、そっからイサコフ出てきそうなので支援していきたいけど、味方が倒した。ナイス、味方強いね。さて、ラスト潜水して、ちょっと空母をやりに行きましょうか。いやー、けどね、火力やっぱちょっと物足りないな。もうちょっとなんか火力欲しいけどな。なんか別のなんか装備なんかつけてほしいな。こう固定でなんかとか。火力が物足りないんだよな。けど体力多いからそこまで弱いっていうわけでもなさそうなんだよな。潜水艦、他の潜水艦と比べてね、体力がね5万ぐらいね多いのでね、5万ってね結構大きいと思うんですよね。ということで DF 撃ってちょっと攻撃していきます。
さて、これで空母倒せる感じかな。 OK、 倒せました。ということで、まず1戦目こんな感じですね。ダメージもあんまり稼げてないな。ちょっと火力がちょっと物足りないっていう感じがする。はい、ということで2戦目も北極圏ということでやっていきましょう。同じマップかよ、今日北極圏縛りかなということで2戦目やっていきましょう。他の潜水艦より体力が5万ぐらいあるので、潜水艦にとって5万っていうのはね、めちゃくちゃでかいと思うんですよね。うん、あの潜水するときにね、あの体力ちょっとだけ残っていたらね、そこからね、あの修理キット使ってあの回復してあの復帰することができたりとか、うん、あと酸素容量が多いので、ずっとあの海中に持っていられるので、うん、そこら辺は強いかなと思います。多分こいつはね、水中発射式ミサイルの方がね、向いてると思うんですよね、うん、ただそれだとやっぱ水中発射式ミサイルのね、選択肢が今のところなんか少ない感じがして、ブラバ、多分水中発射式ミサイルで乗せるとしたらブラバか YJ18B とかそこら辺のミサイルしか乗せないような感じがするので、ブラバは防空で消されやすいし、 YJ18B はチャフを高せる用のミサイルだからダメージあんまり出ないしっていう感じでね、あのもうちょっとあの水中発射式ミサイルのバリエーションが増えてほしいなと思います。できればあのナバルミサイルのように弾速が速くて、威力がまああれそこそこあって、リロードがまあちょっとだけ長くてもいいや、うん、っていう感じのあのミサイルが欲しいですね。それかあの射程がね、あの短く、射程を短くして火力とリロードをあれ短めに設定するとか、そこら辺の方が結構バランス取れそうな気がするんで、まああれ今後に期待というところですかね。うん、ということで DDGX がそこにいるのでちょっと攻撃していくんですけど、体力少ないのでそこだけ心配かな。あの空母からめっちゃ攻撃受けてるんですよ、俺死んだはい、ということで3試合目やっていきましょう。ということで北極圏縛りは回避されましたということでやっていきましょう。あのね、このこいつはね、あの酸素容量が多いので、やっぱり水中発射式ミサイルの方が向いているかなってあの思ったので、うん、もうあのブラバーあの積んできました。できればブラバーもう一発欲しかったんですけど、残念ながら僕はね、あの3発しか持ってないので、うん、このあの3発のあのブラバーでちょっとあのなんとか頑張りたいと思います。ということでやっていきましょう。うおー痛い、ヤマト君見えているのか、そっからうー痛いこれはさすがに潜水しましょうか。ということで酸素量容量の多さを生かしてちょっと潜水していきますが、おや、なんかそこに、うん、055A いるな。 055A いるのはいいんだけどさ、こいつ防空硬いもんでさ、ミサイル通らないんですよね。うん、YJ18B は当たるんだけどさ、うん、ブラバは当たんないんよな。 YJ18B と混ぜて、うん、ミサイル撃つのもいいけど、それだったらチャフたかれるし、あれミサイル当たってる、あ周辺のダメージが当たってるのか、核ミサイルのあの周辺ダメージでヘリにダメージが当たっています。ということでこれ一回浮き上がりましょうか。あーマヤ出てきた、オッケー。じゃあまずミサイル撃って、チャフたく、チャフたかない、どっち、あチャフたかない、もうじゃああのブラバ撃っていきましょう。今チャフたくんだいということで、ブラバを撃って、チャフとデコイを使っていきます。おお刺さった、マヤに刺さるんだなブラバ、いいね。ということでそこにあのヤマトがいて、今チャフ焚いたの確認したので、これブラバ間に合うか、いけブラバ、ブラバ3連発射いけあーチャフ焚かれたですよね、そうですよね、通らないですよねブラバ。通ったらねめちゃくちゃ強いんですけどね、なかなか通りにくいミサイルかね、このブラバのねあの特徴なのでね、火力出しづらいんですよね。ただ水中発射ミサイルで現状一番いいのはあのこいつだなと思っています。ということでミサイル撃ってきますが、どうかな。あーミサイル来てる、ブラバ一発当たるか、あーチャフ抱かれる、うーん厳しいなんならちょっと目の前のマヤだけやるか、それとも空母先始末していいんだけど、痛い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 浮上したらすぐにボコられるあー痛い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 、これはちょっとさすがに潜水しましょう。死ぬ死ぬ死ぬ、体力1万3000しかない、体力が多いとやっぱりこういう時にね、あの結構うん
体力が多いっていう長所がね出てくるんですよね。これオハイオだったら死んでますけど、ドンスコイだからこそ生き残っているっていう感じですね。っていうことで、後ろからマヤが迫ってるんだけど、僕を粛清しないでくれるかな。僕はとりあえず空母をやりに行きたいんだ。それだけである意味ミッション完了ではあるから、ちょっとさすがに僕をボコるのはやめてほしいな。なんなら撃退するのもありだが、そこら辺どうしようか。ということで、まず YJ18 撃ちます。防空で落とされてます。一発撃ちます。でデコイ立ちます。君対戦ミサイル持ってるのかい、ほんと厄介だな君も対戦ミサイル持ってる。本当にもうここ最近対戦ミサイルめっちゃ乗っけてる人多いね。あー、君対戦ミサイルガン積みですか。そうですか、そりゃ潜水艦は死にますよ。うー、体力残った、体力残った。あー、けど死んだ。でブラバは当たっていく、当たっていく、素晴らしい。マヤ、あと体力ちょっとだからやってほしいな。味方さんお願いしますって言っても味方誰もいねえやあ、空母がやってくれた、ナイス。あなたが好きですっていう感じでね、火力はね物足りないんですけど、耐久性とあと酸素容量が多いのでね、結構耐える潜水艦だなって思います。ということで、知事、ただいま防犯カメラで監視中。よし、ということで、試合には勝てました。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。やっぱり僕はこいつはちょっと使いにくいかなって思いますけどね、試合を見てもらったら分かる通りね、耐久性が多いので、本当に他の潜水艦では死ぬ場面でもこいつはね沈まないっていうのがね、一番の最大の特徴かなって思います。あと酸素容量も多いのでずっと潜っていられるし、それに水中発射式ミサイルをね積めば結構ね活躍できるかなって思います。ということで、今回の動画は終わります。よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、今回の動画は終わります。バイバイ。